はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。突然ですが皆さんは封印されしエクゾディアというモンスターをご存知でしょうか。こいつを含むね、封印されしパーツ、このまあ5枚が手札に揃った時に勝つっていうね、特殊勝利できるっていう、まあそういうモンスターになってるんですけども、これ今日はですね、プレゼントしていこうと思っておりまして、何言ってるか分かんなかったらすいません。このエクゾディアのパーツをですね、相手にプレゼントしようと思ってます。はい。何言ってるか分かんなかったらごめんなさい。どういう風にやっていくかっていう話なんですけれども、今日勝つ気ありません、今回は。今回のデッキなんですけども、完全接待できるようなデッキになってますんでね、新入社員の方におすすめ。新入社員の方、または出世を、控えている方、上司の方にね、デュエルを申し込みまして、封印されしエクゾディアを、上司の方にプレゼントして、気に入ってもらうという、ゴマスリデッキとなってますね。はい。これどういう風にやっていくかっていうと、最近ですね、最強のコンボをですね、私は対戦相手の方に、お見合いされたことがありましてですね、どういう風なコンボかっていうと、原初の種っていうカードと、あと、この、シェンシェンというモンスターですね。これが揃うとですね、除外されているマジックカードを一生回収して使いますっていうことができるんですよ。これ、シェンシェンが、フィールド上に存在していると、フィールドから墓地を送られるカードは除外されるっていう効果ありまして。で、原始の種っていうのは除外されている自分のカードを2枚対象に取って、それを、手札に加えるっていう効果があるんですけれども、原始の種と、何らかの魔法カード、魔法カードじゃなくてモンスターでもいいんだけど、何らかのカードを、使い回しまくると、原初の種を無限にその発動して、無限に除外から回収して無限に使いますっていうね。そういうことができます。これによってですね、今回はですね、プレゼント交換っていうこのカードをですね、5回発動しまして、デッキの中のエクゾディアパーツを相手に全部送りつけて、相手に勝っていただくというね、そういうデッキになっております。はい、意味がわかりません。デュエルスタンバイ。弱っ。弱っ。いや、チキンレース発動。さあ皆さん、このデッキはね、上司とデュエルするときにね、使ってください。ぜひ、新社会人の方にね、最低のデッキとなっております。はい、接待デュエルができます。まずはライティドライバーの効果発動。さあライティドライバーの効果が通る。さあ圧倒的最強ムーブを見せていくぞ。まずはリロード、クロニクルセットして、そしてリロードを発動し、このパーツをまずはデッキに返してあげないといけないので、まずは返していく。おっと、コンボパーツは揃った。あとはソリティアをすればいいだけですね。新社会人の方に向けてね、今からすごい展開を見せていきたいと思いますので、やっていきましょう。まずは御用ディフェンダーを召喚。御用ディフェンダーの効果発動。御用ディフェンダーは、フィールド上のモンスターが持続性戦術モンスターのみのシンクロモンスターのみの場合、御用ディフェンダーを呼ぶことができる。御用ディフェンダーの効果は一旦に一度の聖剣がついていないため、名称の指定のね、御用ディフェンダーを3体並べることができる。そして聖騎士の追走イゾルデを御用ディフェンダーに対してリンク召喚していく。聖騎士の追走イゾルデのリンク召喚成功時の効果は戦意速モンスターをサーキット効果であるが、この効果は完全に破棄していく。そして聖騎士の追走イゾルデの効果発動。このモンスターの効果によって、装備カードを1枚を墓地に送り、デッキから戦意速モンスター一体を特殊召喚できる。それにこれによって遠征騎士リナルドを特殊召喚し、リナルドの効果発動。リナルドの効果によって、遠征騎士剣遠征剣デュランダルを、回収していく。そしてデュランダルを装備。デュランダルの効果発動。デュランダルは自身を叩き割ることによって、デッキから炎属性戦意速モンスター対応手札に加えることができる。そしてリナルドは、戦意速炎属性モンスターがいる場合、手札からチューナー扱いとして特殊召喚をすることができる。これによってこのモンスターをチューナー扱いとして特殊召喚。そして、リナルドと御用ディフェンダー2体の戦意速モンスターを使ってリンク召喚。現れろユニオンキャリア。そしてユニオンキャリアは、フィールド上のモンスター1体にそのモンスターの属性または種族が同じカードをデッキから装備することができる。そしてチューナーとチューナー以外のモンスター2体でリンク召喚。現れよハリファイブ。さあ準備は完全に整っていく。そしてリナルドとリナルドでリンク召喚。ハリファイブ。ハリファイブは効果発動。リンク召喚成功し、おもちゃを出せる。これで、おもちゃ出してくる。そして2体の機械族モンスターでリンク召喚。あ、ちなみに OCG ではこの動きはもうできません。なぜかというと、ハリファイバーが禁止になってしまったため、この動きをすることはできません、OCG で。
楽しいですね。あー、ローラドンの効果発動、厳重鬼闘訓を3体特殊召喚、この、効果の発動後リンクモンスターをもう特殊召喚することはできない。そして文房具001の効果発動、文房具001を墓地より特殊召喚、そして文房具001と、トークンでリンク召喚、リンク召喚じゃない、シンクロ召喚ルイキューピット。ルイキューピットはシンクロ素材にしたモンスターのレベル分、自身のレベルを上げるか下げるかできる。このモンスターの効果によってルイキューピット自身のレベルを1個下げていく。これによって333魔法の呪文だぜ。トリシューラー出しませんよ。電脳解雇シェンシェンをシンクロ召喚。このモンスターはフィールド上に存在する限りフィールドから墓地へ送られるカードは全てゲームから除外されるという最強効果を持っている電脳解雇シェンシェン。そして、このバーマーちょっとすみません、これは本当すみません。でユニオンキャリアの効果発動、ユニオンキャリアの効果によってユニオンキャリア自身に光属性モンスターをデッキから装備、これでカオスソルジャー開闢の使者を装備し、そしてカードを1枚セット、そしてマジッククロニクルを発動。マジッククロニクルの効果により手札を全て墓地の送りデッキから魔法カードをゲームから5枚除外していく。これによって原始の種とプレゼント交換、どこだプレゼント交換と、あとはまあ正直なんでもいい。これによってこのカードを全てゲームから除外し、そして原始の種の効果発動。原始の種の効果は除外されているマジックカードを2枚より対象に取り、そのカードを手札に加えていく。お分かりだろうか皆さん。そう、これで無限ループが完成した。これで私はデッキ内の全てのカードを相手に送りつけることができる。行くぜ、プレゼント交換を発動。プレゼント交換の効果により自身のデッキ内のカードをお互いに相手の手札に送りつけるという効果を持っている。これによって封印されし者の右足をゲームから除外させてもらうぜ。さあ、あとはこれを繰り返すだけだ。さあ、原子の種の効果発動。原子の種の効果によってプレゼント効果と原子の種を、除外されているこのカードを回収し、あとはこの作業をひたすら繰り返していくだけ。相手何がプレゼントされるんだろうなと思ってるでしょうね。うん、ちょっと早めのクリスマスプレゼントを、お見舞いしていこうかなと、思っております。はい、さあ、この最強の展開によって相手もカードを選ばなければいけないっていうですね、強いてくるんですよね。はい、ちょっと操作をね、相手にして、危ないパーツをね、パーツを回収するとかいう意味わからんことをね、その操作ミスですることがあるんで、これ注意してください。ちなみにもう一枚なんか回収3枚回収みたいな効果だったら、一応パーツ全部除外して、で、そのパーツを全部手札に回収するっていう動きは多分できると思うんですけども、はい、で、原初の種の効果発動。原初の種の効果によって、また除外されているプレゼント交換と原初の種を回収して、これで今、足あともう一個足だけだっけ。プレゼント交換を発動。プレゼント交換の効果によって相手これ何プレゼントされるんだと思ってんだろうこれ。はい、でこれでこれた、このゲームにグッドボタンがあったら必ずグッドされますね多分。はい、確実に。だって相手にエクゾディアの効果で勝たしてんだもん。意味わかんないでしょ、自分勝つ気ないんだもん。その、相手のデッキにエクゾディアのパーツ入ってないのに相手エクゾディアで勝つんだもん。意味わかんなくないですか。あれですよ、相手のデッキの中にエクゾディアパーツ1枚も入ってませんからね。封印されしエクゾディアをプレゼントして、はい、これで、全パーツを送りつけられたんで参加しましょう。さあ、気持ちよく演出を見ることだな。対戦相手の方はい、皆さんはね、これをね、上司に使ってあげてください。てかこれどこに入ったか全部わかるの、草スリーブちげえから、これ全部わかんじゃん、これ相手の手札のどこに入ったかバグだろ。はい、さあラストはラスト1枚よろしくお願いします。うわあ俺の負けだ。そのバカな、エクゾディアが先行一ターン目で相手に揃っている。バカな、こ
こんなことがありえるのか。あ、初手ガン決まってんじゃん。いけっかなこれ。ディーバ取ります、まあ、展開自体はね一枚勝負なんですよね。一応ディーバとかのあの3シンクロができるモンスターが3種類入ってますんで、まあ、それがあ通りそうだね。アーチザンを特殊感、よし。これでまた相手にエクゾディアをプレゼントすることができるぞ。よしよしよし、デッキ熱いな相手で。御用ディフェンダー、魔法カード2種をね素引きしないといけないんで、まあ、ここちょっとなんかもうちょっとソリティアルと考えれば、もうちょいなんかこれもサーチできるみたいな動きがあるかもしれないですけども、まあ、ちょっと一旦ね、多分あれなんだよね、やろうとするとまあ普通の通常魔法なんで、ダランベルシアンレベル 4体並べてダランベルシアンとかなんじゃないかなと思うんですけども、これいつもの動きなんで、ちょっと多分この辺はなんかあんまり飛ばすかもしれない。さあこれで開脚装備して、であとは、コンボが成立しますんで、最強のマジッククロニクルをバッチコルト発動して、マジッククロニクルの効果発動。原初の種とプレゼント交換をゲームから除外し、あとは除外するカードは何でもいい。さあカードを全部5枚除外していく。そして原初の種の効果で除外した魔法カードを回収しに行く。原初の種の効果、除外されているプレゼント交換と原初の種を手札に加えて、これによって無限プレゼント交換ループが爆誕。あ、ちなみにプレゼント交換じゃなくて別になんか適当な魔法カードであれば無限にまあ、ループできるので、なんかループしてほしいマジックカードあったら言ってください。例えばですね、ファイヤーボールとか革命とか、あとディアンケトとか、なんかそういうね、通常魔法ってなんか何回も発動できる、一旦にね何回も何回も発動できるカードであればもう一生発動することはできますんで、これはねぜひね新入社員の皆さんに上司相手のデュエルにの時に使っていただいて、上司からお前なんかやるなっていうねその評価をねもらっていただきたいというふうに思ってます、はい。さあラスト本体を送りつけて、これによって相手の手札にエクゾディアパーツが全て揃っていく。これによってカードを1枚セットしターンを終了。さあお前のた何なに？なーに？なに？バカな！貴様のデッキもエクゾディアデッキだというのか？え？これどうなるの？え？え？え？これもしかして俺の勝ち？あ、違う。え？なんか演出入ったぞ。わからん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 。え、俺も揃ったけど、いや相手も揃ったけど、これ俺も揃ったよ。ええー、そうなるの。